まあ、2編の話なんですが、8月ですね23日、僕が、友達を代表して、一人でお通夜に行ってきました。で、2編の顔を見てきました。で、明くる日24日が、告別式で、焼き場に行って、二瓶のかみさんと、一緒に骨を骨壺に入れてきました。東宝入社が昭和35年なんです。60年。東宝第15期ニューフェイスに二瓶と合格いたしまして、で東宝芸能学校の同期としては男は二瓶と私とそれから夜間、その頃、芸能学校夜間があったんですよ。働く人のための、夜間コース、はい、はい、でその夜間コースから1人で、まあ、同期は3人なんですけど、あと女性が7人、まあ、そういうすごい歴史がありまして、で正則と僕と、出会ったのが、まあ、入学式なんですけど、その後が授業が大変でして、もう朝9時から5時までずっと授業なんです。で、できない人は置いていかれる、そういう厳しい学校なんですね。もうだから予習復習をしてこないとほとんど授業についていけない。で、できなかったら居残りで7時ぐらいまで学校は空いてるんですね、夜間があるから。でやって、で来る日までやる。もう僕自身はやったことのない科目ばっかなんで、毎日毎日大変でした。で二瓶と一番の出会いはクラシックバレエもカリキュラムにあった、ね、入ってるんですよ。でその当時超一流の東優作さんというバレエの先生がいらっしゃって、これで二瓶と僕と、まあ、背の高いのはいっぱいいましたけれども、まあ下手くそなんですよ、僕も二瓶もそのクラシックバレエのターンができない、初めてですよ、ね、何にもできなかった。これでもうしょっちゅうやるんですけど、あのタイツがあのすごい黒のバレエシューズと履いて、黒のタイツがかっこ悪いんですよ、こう前がモコモコしたりなんかして、まあ、そんな冗談を言いながら二瓶と二人でクラシックバレエを踊ったり、からタップダンスっていうのがあったんです。これはまたあの先生が違うんです。でこの先生は楽な先生で、もう要するにできなければもう開く人置いてかれる、そういう先生なんです。だからもうその日の授業はその日にマスターしていかないとついていけない。もう明くる日は違うタップになっちゃう。なるほど。ステップがあるわけですね。はい、だからもう一生懸命その日に覚えて残って覚える。二瓶も結局バレエもタップもやったことない、僕もやったことない、まあ、そんな仲良しでもうずっと2年間一生懸命やって、で東宝も同じように受かって、で、東宝の映画で二瓶はいい役に抜擢されたんですよ。あのいい顔してましたから、若い時それこそ今でいうあのハーフの、そうですね、やはりドイツ人のお父さんなんですね、はい、素敵なあのお母さんなんですよ、でそれで小さい時二瓶はかなり日本の方に子供にいじめられた、それをねつくづく言ってました。でそれで芸能学校に入ってそういうのがなくなって、っていうことらしいんですよね。それまでは、玉川学園の高校に行ってたんですよ。でその先輩にジェリー藤尾さんがいたの。でその同じハーフ同士でかなり悪さやんちゃをしたらしいんですよ。その小さい時にいじめられたその思いでっていうふうに
僕に告白してました。まあそんな、素晴らしい正則なんですけれども、一番の思い出は東邦に一生懸命やって受かって、で東邦に入って何ヶ月かして2人でたま、これは入ってすぐに同期の会をやろうっていうんで新宿で、同期会やったの。で、若いんですよまだ。いい笑顔で。いい笑顔です。この笑顔でかなり東宝の映画若大将とかいういい役もらえたんです。そうすると A ランクは、まあ、超特急の A ランクっていうのは三船敏郎さんとか。一番の東宝のスター。いやらけんさん。宝田明さんとか。池辺亮さんとか。っていうのはそうそうメンバーがいたわけです。まあ、そこまで行くのは大変なんですけれども A ランクの 中間ぐらいまでは行けたんですね。だからたまたま行く前に東宝がもう自社では映画撮りませんよっていうそういう時代になってきて、だからスターまでは行けなかった。そうですね、まあ、そんな時代を一緒に過ごしてきた、まあ、彼が23日僕会いまして、まだ二平は俺のそばにいてくれてるかなっていうそんな気持ちまで、もうとにかく忙しい時に電話かかってくるんですよ。あっちは暇ですから、俳優辞めてますから。で必ず週に3回はかかってくるんです。で俺忙しいんだからって言って、もね、いや俺ちょっと話があるからって電話かかるんですよ。でも切るわけにいかないんで聞いてるとね、全くたわいないね、バカな話ばっかしてるっていうそんな感じで、まあ思い出深い話もいっぱいあるんですけどね、新大久保に一緒に行ったりね、いろいろあちこち行って、ここでは話せないこともいっぱい、まだ奥さん生きてらっしゃいますから、ね、まあそんな話も男同士の話がいっぱい、まあそんなことを思い浮かべながら骨を拾って、本当に二平さんね、我々にとってもやっぱりウルトラマンのいでたいというのは僕たちからするとです ね、 そうですよね、強烈なウルトラシリーズの中では、ウルトラマンシリーズの中ではもちろんものすごく心にね、はい、残る、はい、残っていい俳優さん、俳優でした、はい、本当に東北の時代もいい俳優でしたし、だからまあ憎めない男なんてみんなから、まあ、うるせえなって言われながらね、やっぱりみんなよくしていただいたなっていう、そういう感じでしたね。